はい、じゃあ第2講座お願いしたいと思います。じゃあ拍手でお迎えしましょう。お願いします。まあ、先ほどの続きのお話をしていきます。まあ、韓国は陸続きの半島で、まあ、大陸からいいもの悪いものは来てここでとどまって滞留するという、ね、それに対して日本はこの200キロ近い距離があって、まあ直接ではない間接的に入ってきたんだということですけども、まあ、まず侵略の話ですね。先ほど言って韓国はまあ、しょっちゅう侵略されてたということです。まあ、しかもあの大国に囲まれてるのでね、まあ、侵略された時はまあ大変ということになるわけですね。侵略戦争っていうのはもう基本的には財産とか全部持っていかれちゃうっていう、ね、その後のことを考えないですからね。そこで住んで治めようとかっていうことを考えればまた、やり方も変わってくるわけですけれども、基本的に侵略っていうのは行ってそして財物奪ってくるとか奴隷を連れてくるとか、まあ、そういうふうな形で行われることも少なくないですから、まあ、そうすると、今までいろんなものを一生懸命蓄えて作ってても、そう一回侵略されると根こそぎ持っていかれちゃうというね、そういうことになるわけです。皆殺しというふうになっちゃったりとかですね。実際に、豊臣秀吉が行ったあたり行った後のソウルとかっていうのは100人に1人も残ってなかったというね、まあ、そういうふうな外国の記者がその後行って記録残してたりしてますけど、そういうふうな状態だったりとかするわけで、まあ、そういったことがもちろん日本からもですけどこっちからもっと多い回数で、いっぱいありましたよということ。でそうするとどうかっていうと社会に頼れないんですね。どんなに国が栄えてでそしてその中でこういう地位を得てとかって言っても一回侵略戦争が起こると全部なくなっちゃうわけで、その時何が頼りかっていうとやっぱり一族なわけですね。家族や血筋自然が頼りで、それでみんなでまとまって逃げて隠れてそしてそこで生活していかないとなんないというようなことなので、ですからまあ中国もそういうところあります。やっぱり中国の中でもいろいろとこう侵略戦争がいろいろあったりしてるというね、そういう国ですから、そういう国だと社会っていうことよりもやっぱり家族とか血族というね、そっちの方が大事だというふうになるわけですね。ですから韓国っていうのはこういう侵略を繰り返していく中で、社会よりも、血族が大事だし家族が大事だという文化がこうできてくるわけですね。それに対して日本はどうかっていうことですけど、日本はそういう侵略を受けてないわけですね。でもちろんこう戦争はありました。でも国内の戦争なので、国内の戦争っていうのはどういうのかっていうと、そこのところの領土を奪ってそこでまた、生活というかそこを支配して治めていくということですか。ですから根こそぎやっちゃったらその後は経営できなくなっちゃうわけですね。ですから武士同士とかそのなんかこう、戦争で兵士は戦いますけれども、それ以外の人っていうのは基本的には、自分の味方につけないといけないわけですし、で日本の場合には特になんかこう兵士同士が戦ってもトップが変われば、要するに戦争に負けるとどうなるかっていうとトップが腹切るとかなんかして、するだけで、あとは全部こう変わらずに、その家臣一族みんなその新しいところに行って新しいお殿様に仕えるというね、そういうような戦争ですから、まあ、基本的にはこうのどかですよね。どっちみち農民に養ってもらわないといけないわけですし、ですから、まあ、例えば関ヶ原の合戦の時でも、そのなんかこう近くの山に、なんかこう農家の人たちは、なんか上がってって、それでなんかそこで お弁当とか食べながらその合戦の様子を見てたとかね、なんかそういうのどかな記録も残ってるみたいで、そういうのがこう日本のこうなんかこう戦争なわけですよね。ですから日本の将棋っていうのは取ったら使えるんですよね、自分の味方にしてね。あんななんかこうチェスにしても、あるいは中国将棋にしても、取った駒を自分の味方して使えるなんてそういう将棋ないですよね、日本だけで。で日本は同じ形してるわけです。向きが変えればいいわけですから。だから要するに降参してあなたに味方になりますで、それでもう味方ですから。だからこうくるって向き変えれば、敵になり味方になるけどね。でもチェスとか中国将棋ってのはもともと駒の色が違うのでね、戻したら敵になっちゃう。民族が違うというのはそういうことですね。ですからそういう中でこうのどかに来ているので、日本っていう国は社会が安定していて社会が信用できるんですね。ですから地道にちゃんと暮らしていって、で、社会的に何か成功していけばその成功の中で安心して暮らしていけるというね、そういうのがこう日本ですから。だから日本っていう国は社会っていうことが頼りになる、安心できる、そういう、社会だということになります。
ですからこっちの方はですね、社会のルールとか言っててもしょうがないわけですね。なくなっちゃうので、だから臨機応変にやっていかないといけないし、とにかくその場その場でどうやって生き延びていくかということがそういうふうになってくると大変ですけど、こっちのはそうじゃないわけです。ちゃんと社会の秩序を守ってルールを守っていくっていうことが、社会の安定であり、その中で成功していく道になっていくという、ね、で生活が保障されていく道になっていくということですから、だから社会のルールっていうことがこう重要になってくるわけですね。それに対してこっちは社会のルールなんて言ってたってしょうがないわけで、臨機応変にどう生き延びていくかというね、そういうことが求められている、まあ、そういうふうなこう社会になってきたということってあるわけですね。でそれと、それが侵略ということです。それに対して宗教というねいうことも、この距離が影響を与えるわけです。まあ、この宗教についてはちょっと詳しくですね、韓国の宗教観というのはどういうものかというのを見ていきます。もう一つですね、この200キロ近い距離というのが与えた影響があると思われます。で多分これが一番本質的に日本民族と韓民族を分けている理由じゃないかというふうに思うわけです。それは何かというと、当時まあここはですね、対馬があって息があるので、渡れる距離ではあったわけですけど、でもそんなにしょっちゅう往復するような距離じゃないわけですね。やっぱり命がけなわけです、こう渡っていくというのは。命がけで出ていくというのはどういうことかというと、ちょっと今の脱北者みたいなもんなわけですね。もうここで食っていくのは大変だというね、でなんとか中国を通ってどうやって韓国に逃げるかとかっていう、彼ら命がけなわけですね。だからそこを一旦出たら今度いつ戻れるかわからないし、あるいは親兄弟とかも捨ててこないといけないわけですね。その後どうなっちゃうかわからないわけですけど、でもそうやって逃げてきているのが脱北者なわけです。でこっちからこっちに渡ってきた私たちの先祖もですね、やっぱり似たようなところあるんじゃないかと思うわけです、ね。まあ、食べていけなくなったとか、政治的にいろんな迫害を受けたとか、いろんな理由があってこっちに渡ってきたわけですけれども、でもその時っていうのは、家族を捨ててこっちに来てるわけです、ね。家族親族を捨ててこっちに来てるわけです。でそしてこっちで新しい出発をしてきたのが私たちの先祖です、ね。まあ、もちろん家族とか一族で渡ってきた人たちも少なからずいると思います。でもそういう人たちでもお墓を持ってくることはできないんですね。だから血統を捨ててこないといけなかったんです。で韓国っていうのは、まあ、後でお話ししますけど、血統というのは何よりも重んじて、先祖を大事にするっていうことが何よりも大事な国ですね。そういう中で、まあ、いろんな事情があるにしても、そういう血統や先祖を捨ててきたのが私たちの先祖なんですね。でもちろんそれはそうしないと生きていけないとかいろんな理由があったと思いますけれども、でも残った人たちもいろんな事情っていうのはやっぱりそれぞれに抱えてたわけで、でも残った人っていうのは少なくとも、命が危なかったかもしれない、食べるものなかったかもしれないけれども、でも、親族やお墓を守ってきた人たちなんですね。それを捨てることを選ばなかったという人たち。ここのところはですね、おそらく日本民族と韓民族を決定的に分けてる違いかもしれないなという。ですから私たちはそうやって一旦血統を捨ててこっちからこっちに来てるので、だから血統という観念が薄いし、あるいは、その一族とか血族っていう意識が薄くなっちゃうし、みんな捨ててこっちに来て新しい中で社会の中でどうやってよりよく生きていくかというね、みんなない中でこう一緒に新しく作っていきましょうというところをしてきていくんだので、ですからやっぱりこっちに対していろんな複雑な思いがあるんだと思います、ね、民族的にね、捨ててきた国なので、それこそいろんな苛立ちとかいろんなネガティブな思いもある一方で、やっぱりそのなんかこう懐かしさとか憧れもある、ね、そういういろんなこうコンプレックスみたいなものが日本民族に溜まっていって、で大陸に対しても、というか韓半島に対しても非常にネガティブに当たるか、まあ、徳川時代というのは非常にこうポジティブにかかったわけです。そういう不安定な変わり方をしているのかなというね、そういう感じもします。だから私たちはもう一度その血統に帰らないといけないというね、いうこと血統転換とは韓国の血統につながることだってね、そういうふうにこうおっしゃられたこともあります、お父様は、ね。まあ、それはもちろん日本人だけじゃないですけど、あれお父様は日本人を全員韓国人と祝福するんだというね、でも韓国人は日本人の3分の1しかいないので、だから3代かけて全部の日本人を韓国につなげるんだとかっておっしゃられてもしたこともありますけど、まあ、それがどういう背景かというのはちょっとわからないところもありますけど、まあ、少なくともそういう血統という問題から考えるときに、この距離を隔ててきた先祖たちというのが何を捨てて何を得たのかということをこう考えないといけないだろうということになります。
じゃあもう一つのこの宗教ということです。先ほど言った宗教っていうのはこちらだ、直接そのいろんな信仰を持ってる人たちが、来るわけで、宗教っていうのは基本的には何かっていうと生き様なんですよね。信仰を持つっていうのはその人の生き様を受け継いでいくということです。これはあのだから統一教会というのはかなりなんか宗教の伝達方法としては、異質なんじゃないかなというふうに思いますね。つまり原理講義をして信徒を増やすというのはそれはちょっとキリスト教でいうところにですね、キリスト教神学の講義をしてそして信徒を増やすみたいなものですね。そんなことをして伝道している多分キリスト教会とか仏教会ってないと思いますよね。普通どうやって宗教って広がっていくかっていうと、その教祖とかあるいはその信仰を持っている人の生き様を、見て、ああいうふうに生きていこうと思って信仰と持っていくようになるんですね。ですからキリスト教がなんでクリスチャンが増えていくかって別にキリスト教神学を勉強してそれに感動してするんじゃなくて、聖書を読んでその聖書の中のイエス様の生き様を見て、そしてその十字架の、でのイエス様の言葉を見て、でそしてあこの人こそメシアだというその生き様に感動して、メシアだというふうに思っていくわけで、まあ、そういう意味であの自叙伝というのはそういう意味では希望ですよね。ちょうどあの聖書の中にあるイエス様の物語のようなものが本になったわけですから、だから原理講義を聞いて大体信仰を持つようになる方が不自然で、あれを読んで、あこういう素晴らしい、私たちもこういうふうに生きていけたり、この人って救われるんだって思う方がよっぽど本来のあり方なので、まあ、そういう意味では自叙伝ということを通してこれが大きく変わっていくかなという感じもしますけど、ちょっと話ずれちゃいましたが、何それやっぱり宗教というのはそうやってその人の生き様をどう得ていくかということです。ですからここはそうやっていろんな人たちが来てここにとどまる、あるいはこっちから出て行って学んで帰ってくるということができたわけですけど、こっちはそうはいかないわけです。いろんな、むしろ文章なんかを通して、来たというそういうふうな違いがあります。その結果どういうふうになってきたかというとですね、韓国っていうのはその宗教を中心にして国を治めるというね、そういう国になっていったわけです。これはおそらく大陸とか強い国に囲まれていたという影響もあると思います。自分たちの力で何とかしようと思うと何ともできないんですね。圧倒的な武力でこう来るので、まあ、韓国ってお父様は韓国人は、とっても強い民族で、あまりにも戦争に強くって戦争が嫌になって平和を求めてきたんだとかとおっしゃられてますけど、まあ、その割にはしょっちゅう負けてるじゃないと思いましたけど、ね、でもいろいろ見てみるとやっぱり相当強い国ですね。いろんな侵略に対して、独立をずっと守ってきたので、ね、あのモンゴルに対しても独立守った国ってのはそう多くないんです。ほとんどの国がモンゴルの、国になりましたけども、ここだけは一応高麗っていう国それでも保ったの独立として、ね、まあ、そういう意味ではまあ確かに強い国なんだなと思いますが、まあ、それはともかくこの宗教、そういう中で宗教っていうものを中心に国を作っていくそういうふうな、まあ、文化ができてきましたよということです。で具体的にですね、どういうのかということですけれども、古代においてはですね、仏教ということを中心にしました。新羅というのも仏教ですね。あるいは百済というのも仏教ですし、あるいは、高麗というのも仏教で、国を治めてきたわけですね。新羅というのが国を統治したのは弥勒信仰を中心とした、何でしたっけな、あの尊読要案を見ていただけると、あの男性たちが、ファランドというんでしょうか、あれを見て、あるいはもう弥勒信仰ですからね、基本的にもう信仰集団ですから、そういう人たちがこう国を統一したわけですけれども、まあ、その後、高麗という国が新羅の後は、韓国を治めましたけど、まあ、その時の一つの話ですけれども、高麗八幡大蔵経というね、こういうふうなものがあります。これは世界最大の仏教遺産の一つというふうに言われていて、世界遺産に指定されているものです。これ81,258枚からなるこの白樺でできた版木というようなことです。まあ、具体的にどういうものかっていうのを見ていただくと、こういうですね、あこれあのちょっと僕の方につなぐと、これあの送ったやつはあれなんですね、写真が載ってないので、すいません、パソコンすぐ持ってきます、ね、印刷やなんかしやすいように写真をですねカットして送ってたんですね。
ですね。よいしょ。あ、これじゃないね。あ、これですね。ちょっと結構だけでも付け替えて。これがですね、その8万枚の大蔵経です。こうやってずっとこう保管されてるんですね。これ一枚一枚はこう版木ですので、こういうのはですね、これもうちょっと拡大したのがありますけれども、これその一枚一枚こう干して、しています。これがそのちょっと見にくいですけど、これ一つ一つこう仏教の、経典の版木ですよね。こういうふうなものですけれども、まあ、こういったものをですね、8万枚、こう掘っていって作ってるというのが、この8万枚の大蔵経。これ世界遺産に指定されています。世界遺産の文化遺産ですけど、文化遺産というのは基本的には不動産なんですね。一つの基準としては。ですけども、この場合にはこういう動産というようなものが指定されているのはかなり世界的には珍しい例ですけれども、まあ、それぐらいこの仏教経典が形も美しい、でも文字もちょっと見にくいですけど非常に美しいし、というようなことで選ばれているものですけれども、今のこの大蔵経というものですけど、これがどういうふうないきさつで作られたかということになりますが、これですね、2011年に吉檀が、高麗を侵略してきたんですね。でその時に、侵略してきたということです。その時にですね、どういうふうにしたかというと、この吉檀から国を守ってくださいというね、そういうふうに君臣一つになってというふうに書いてありますけれども、みんなですね、祈願をさせられた天に対してですね、この国を守りくださいと。でそしてその中でもう一度仏に立ち返ってこの国を作り直していきますというね、そういうことを祈願した途端にですね、その吉檀軍が引き上げていって解放されたというね、そういうことがあって、あ、これは神のお告げに違いないというか、その仏様のご加護によるものだと言って、でそしてそれをきっかけに、職でですね、大蔵経というのがありますけど、それをもとにして最初の大蔵経というのがこう、大体70年ぐらいかけて作られました。ちょうど今から1000年前ですね。今が2012年ですから、去年その千年祭みたいなのをやったということのようですけれども、でそして、それを作って今みたいにして、その仏様を中心としてというふうにしていったわけですけど、今のものはですね、現存しているものは2回目に作られています。それはですね、焼かれちゃうんですよ。それいつ焼かれたかというと、そのモンゴルが攻めてくるわけですね。で、国は独立はしてましたけれども、基本的にはモンゴルの傀儡政権みたいなのを建てられて、そしてそこでモンゴルの支配を受けるようになるわけです。その時に亡命政府ができて、でそして、そのモンゴルに対して抵抗するというね、そういうことをしたわけですけれども、その時に、もう一度この国を、じゃあどうやってモンゴルから独立するかというね、いうことを考えた時に、もう一度やっぱりまずはこうなってしまったことは何か私たちのその信仰心に問題があるんじゃないかと、もう一度だからそれを焼かれてしまったし、もう一度あの大蔵経を復元して、そしてこの国に、を新しく作り直そうと言ってですね、そして作ったのが今の先ほど見ていただいた大蔵経です。ですから2回目のものです。ですからもうそうやって亡命政府でお金がなくって、大変な時にですね、全国から130人の総額を集めてですね、そして16年かけてもう一度全部掘り直すというね、そういうことをしてったわけですね。ですからこう一文字書いては参拝敬礼、一文字掘っては参拝敬礼というふうにして、こう生成を立てていったというね、そういうことをしてできたものが大蔵経と呼ばれるものですね。ですからそういうのっていうのは、冷静に考えると、合理的に考えると結構ナンセンスだったりするわけですね。
だってモンゴルから独立を勝ち取るためにどうするかっていうとお金もない中でですね、でもう一回大蔵経を作ろうって考えるかというね、日本人の発想じゃないです、はっきり言ってね。日本がモンゴルから攻められた時どうしたかっていうと、一回目攻められた時にやっぱりこれはまずいって言って武力を整えて、そこの時に土塁とか作って、そしてちゃんと対抗してっていうことをしたわけで、まあ普通はやっぱりそうやってどうするかっていうことを、武力をどうするかとか考えるのが普通なわけですけれども、でも韓国のその頃の高麗の亡命政府の人たちはそうじゃなくって、もう一度、その国の立て直しのために財物を注ぎ込んで今のあれを再建して、そして国づくりをしようというね、そういうふうにこう考えた、のが、まあ、この韓国という国だということですね。あるいはその後儒教という時代になりますけれども、李氏朝鮮時代どうだったかという、ね、いうことです、まあ、その頃は儒教を中心にして治めてました。その頃の外交の方針は時代主義というふうに呼ばれるものですね。これは書をもって大に仕えるというそういう言葉です。この頃ですね、韓国はこの儒教に従って内政もしてましたし外交もしてたので、外交においてもこの、儒教の教えに従ってやっていこうということですね。それは中国を、その次のページ書いてあるな。中国はですね、時代の霊という、ね、要するに自分たちにいろんな、ことを教えてくれた、国だというね、君主の国であり兄の国であるということで、時代の霊ということを尽くして貢ぎ物をしていくんですね。で最初は向こうは3年に1回でいいとかっていうね、3年に1回挨拶に来ればいいって言ったけど、いやそうじゃなくて年に3回させてくださいとかって言って、それでこうなんかこう押し込んでいって年に3回こう一生懸命なんか中国の方にこうしに行ったりしてる、まあ、そういうふうな国です。まあ、もちろんそれは実利もあります。その頃の中国の外交っていうのはそうやって時代の霊というのにすると、向こうはそれに対する、いろんな贈り物をするので、それは貢ぐものよりももらうもののがずっと多いというのが中国の伝統ですから。ですからまあそうやってくれるので、まあいっぱいした方が実利が大きいですから行ったという、そういう側面もありますけど、でも基本的にはこうやって時代の霊というのを取るというのは、それに対して朝鮮と日本というのは対等なんですね。降臨の関係というふうになりますけども、対等な関係ですよということです。ですからこの頃中国に対してはどうだったかっていうと、中国の人っていうのはたとえ朝鮮に来て悪いことをしたとしても、その人たちを朝鮮で捕まえて裁くことはできないというね。それは中国という兄の国から来た人たちなので、たとえ悪いことをした人たちでも丁寧に礼を尽くして送り返して、向こうでどうぞ裁いてくださいという、そういうふうにしたのは中国、韓国、朝鮮ですね。ですから実際にこうそういうふうに書いてある後期倭寇、倭寇っていうのはあの、日本人が悪いことばっかりしてるというふうに思われてますけれども、そうじゃなくて明の人たちも倭寇という形で、要するに海賊ですね、してたりしました。でその時要するに日本人の倭寇に関してはそれは、時代の例ではなくて対等な関係ですから、捕まえて裁くということをしてたわけですけども、中国の人に関してはそうはしませんよ。でもそれをですね、中国の民の人の 民人和光をそれで討ち取ってしまって、それを討ち取った人が処罰されるとかね、そういうこともまあ出てくる。そういうふうにして外交を儒教に精神に沿ってやったという。ですから豊臣秀吉がこう攻めていったというね、そういうふうなこともありましたけど、そのきっかけは何かっていうと、朝鮮王朝に対して日本からですね国書を送ったわけですね。それは明を討つというのがもともとの豊臣秀吉の意図だったので、明を討ちに行くからで大陸を支配しようというのは豊臣秀吉の野望ですから、だからそこの道を使わせろというね、そういうふうなことを最初に、まあ言ったわけです、申し入れたわけです。だからそれに対して分かりましたどうぞって言ってればそこまでひどいことにならなかったんだと。でもそれに対して、朝鮮王朝から何て返ってきたかっていうと、人の国を攻めるとは悲しいことだと、言わんや、君父の国というのかな、まあを攻めるなど神社には聞くことすら恥ずかしいというね、貴国は何故自ら道義を捨てて捨て去る不純なる計略ばかり企てているのかと、甚だ間違っているというね、まあ、これ儒教の精神に基づけば最もなことになります。そういうふうに書いて送っちゃったもんで豊臣秀吉は怒って、文路慶長の役というのが始まったという、ね、そういうことになります。ですから朝鮮にしてみたら他国を攻めるというのももちろんだけれども、なんでその中国を攻めるのかというね、そこのところはやっぱり儒教的に引っかかるというか問題になるわけですね、というふうな、まあ、そういうふうなことです。あるいはこのイーソンゲというのがこの、朝鮮を李氏朝鮮を始めた、まあ創始者ですけれども、
その頃の明の皇武帝という、まあ、皇帝にですね親書を送ってます。これ翌日に親書を送ってますね。その時はぜひ私の国をこう認めてください、こういうふうに新しい国になりましたのでというふうにして、そうしたらじゃあその国号を教えてほしい、国の名前を教えてほしいというふうに言われてですね、そしてイ・ソンがどういうふうにしたかというと、朝鮮と和ねっていうんですよね、でどちらか国を採用してほしいという、だから国の名前をつけてくださいというふうにこうお願いしてるんですね。でそして それに対する返答として、まあ、ただただ朝鮮の将校を美しくその由来するとか遠いと、そんな本としてこれにのっとり天を対して民を牧師長く工事を栄え締めようという、まあ、こういうふうな言葉をもらって朝鮮という国に出発しているということなので、あくまでそうやって、君主の国として中国を建てて、それは中国が儒教を教えてくれて礼儀を教えてくれた国ということで、そうやって建てていくというのが外交においてもその儒教の礼にのっとって行ってきたというのがこの、朝鮮時代です。ですからこうやって韓半島、朝鮮、韓国っていうところは、宗教を中心にして宗教を建てて、それをにはべる生活というか、そういうふうにして国を治めていこうという、そういうふうにしてきたんだと。もちろんいろんな問題もあったり対立もあったりとか、儒教の中でもこういろんな私学派と何とかに分かれてとか、こういろんなことがあったりしますけど、まあ、それにしても、その儒教をということを中心に、その前の新羅から、高麗にかけた仏教というものを中心に国を治めてきたと。それが、朝鮮という韓国という国ですよという、まあ、あるいはこういうふうなこともありますね。これは、満州の、まあ、明の後ですね。明の後は清という国になります。清というのは北方民族なんです。あれ漢民族じゃないですね。ですから清の国というのは中国民族の国じゃなくて北方民族の国です。ちなみにチャイナドレスってありますよね。チャイナドレスってあれ中国人の服というふうに思ってますけど、もともと清の民族衣装なので、あれは漢の中国の民族衣装じゃなくて北方民族の民族衣装なんですね。そういつまでかチャイナドレスってなっちゃう。あれこう横にこう長いこうスリットというか入っていて、してます。なんでああいうふうなのがあるかっていうと、あの格好のまま馬に乗れるためということのようですね。だからそれは要するに騎馬民族の名残ということで、まあ、それはともかくとして、まあ、明という国を自分たちの宗主国としていうふうに建てたわけですね。でもそこに清がこう攻めてきて、その明をどん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 追いやっていったわけです。その時に周りの国っていうのは当たり前ですけれども、秦の方が強いなと思ったら秦の方につくわけですね。そうじゃないとやられちゃうので。でも朝鮮だけは最後まで秦につかなかったんです。それはなぜかっていうと、明というのは自分たちの宗主国として仰いだ国なので、二君に使えずというね、要するに自分たちはそこにこう定説を立てるんだというふうにして、でそれでこうまた秦から攻められて痛い目にあったりしてるわけです。でもその中で、その秦の三代目にあたる皇帝はこういうふうに言ってるわけですね。外藩はただ朝鮮のみ文物を制して中国に近しというね、まあそういうふうに書いてあります。要するに他の国っていうのはみんな、自分たちの方についたのに、朝鮮だけはいまだに自分たちの方についてこないっていうね、で最も課するべきことは、明の末造にあたり君節を固守し、終始いま、だかつてにあらずというふうにこう書いてあるんですよ。これどういうことかっていうと、明が要するに滅びに行くにあたっても最後までこの、忠節を尽くしていっていった国で、最後まで二心、要するに二股かけたりとかそういうことをしなかった国、だというね、まあ、そういうことで、まあ、これは一応褒め言葉としてそういうふうにしてる。だからずっと敵だったわけですけど、秦にとってはですね。でもその秦からも朝鮮という国は最後まで、忠節を守って裏切らない、そういう二心ない国だというふうにして称賛されるのが朝鮮だったということですね。まあ、そうやって、国を作ってきたのが漢民族だということになります。まあ、それに対して日本はどうかということですね。まあ、ちなみにあと宗教観ということで言うと、東学思想というのもありますけれども、東学思想というのは何かっていうと、聖学に対する言葉ですね。聖学っていうのは西洋の学問なので、キリスト教学です。キリスト教学に対して建てられたのが東学という思想ですけれども、これどういうのかっていうと、もともとこのチェーなんていう人、雲水というね、方が、キリスト教の聖学の勉強をずっとしてたわけですね。キリスト教に触れてですね、でそういうふうにしている時、ある時啓示を受けてですね、
声楽ではダメだという、ね、いうふうな啓示を受けて新しく始めたのがこの東楽というふうに呼ばれるもの、まあ、その思想は何かというと人すなわち天なりという、ね、いうことで、万民平等ということですけれども、それはキリスト教の万民平等というのは神様がいて、そして人間がいるんです。神と人間の間にはこう確たるこう差があってというか、そこにこう隔絶があって、その中保者としてイエス・キリストが現れないといけないという、ね、そういう思想ですが、人と神というのは大きなこう断絶があるわけです。ですけれどもこの東学思想はそうじゃないんだというね、人すなわち天なりなので、天と人というのはもう一つなんだというね、天と一つは一つであって、だから万民が平等なんだ、同じ万民平等ですけども、天と人が一つだというね、いうことですし、でそして心に天を迎えて、ここに天主にはべって暮らすというね、いうのが、理想だし、そして後天開闢というね、そういうふうにこう東学では言ったわけです。後天時代というのをお父様がおっしゃられたんじゃなくて、この東学で言っていた言葉ですね。まあ、シックはなんかあの後天時代なんて聞いたことなかったし、後天開闢とか聞いたことなかったので、なんかあの、お父様が作られた言葉かなというふうに思っている方も多いですけれども、そうじゃないですね。この東学のホームページとか見ると、その最後のあたりにですね、ちなみに後天という言葉は統一教会でも使っているようですとかね、こう書いてあったりしますから。あ、こっちの方が後なんですね。なんかね、だから元々そういう研究者からしてみると、なんか急に統一教会が使い出したぞみたいな、そういう言葉なわけです。で、後天開闢時代っていうのはどういうことかっていうと、日本の支配が終わるときに先天時代5万年が終わって後天時代が来る。この後天時代っていうのは天と一つが人とが一つになる時代だ。先天時代っていうのは天と人とがバラバラな時代ですよと。それが天と人とが一つになる時代が現れますよと。それがいつ来るかって日本の支配が終わるときだっていうね。そういうふうにこう言ってたりするわけです。ですからお父様はこういったこと、要するに天と人とが一つになる時代ということなので、後天時代ということを今宣布されて、それは、天地に誠の父母として、神様と一つになられて、神様の実体として、立たれたというね、実体御言葉として立たれたという、その実体御言葉宣布の、ということでしょうけど、そういう時代だということなので、そういったことっていうのももう韓国の中では、その前からずっと思想としてあって、そういったものをお父様も学ばれながらずっと設備進めてこられてるという、まあ、そういうふうなことになります。それに対して日本の宗教観はどうかということです。日本は基本的には 武力で治めてましたね。韓国っていうのは基本的には文で治めてたんですね。武というのは文の下だというふうに考えられてました。ですからヤンバンというのがあって、ヤンバンというのは貴族だというふうになことはご存知だと思いますけれども、ヤンバンですね。ヤンバンというのはムンバンとムバンというね、こう2つに分かれます。文と武ですね。でどっちが上かというとこっちが上なんですね。だから常にこっちの方が下に見られていて、こっちの方が上だという。でそれでですね、こっちの、ムンバンの方がムバンをこうバカにしてですね、いろいろやって、そしてこう怒って反逆しちゃったりとかね、そうやって 武家政権ができたこともあります、一時期はですね。でちなみにその武家政権ができたのがいつかっていうと、モンゴルに攻められるちょっと前なんですね。だからそれまでっていうのはもう文ばっかりで、こっちはもうないがしろされてたんですけれども、そのモンゴルに攻められるちょっと前にこっちが反乱を起こして、やっぱり武が重要じゃないかって言って、それで社会を変え始めて、その時にモンゴルが攻めてきたので、まあ、結局独立が守られたというね、まあ、そういう不思議なというか、まあ、そういう神の摂理があったのかもしれません。あのままこっちの方がずっと言ってたら多分独立なくなってました、ね、というのは、まあ、それはそういうふうに歴史学者もそういうふうに言ってますけど、まあ、とにかくこっちが上なんです。武というのは卑しいものは下のものだという、ね、そういう考えられてます。日本はそうじゃないですね。武家ですから、ね、武士の世の中ですから、ずっと一貫して、鎌倉から江戸時代までは武を中心として治めてきたということです。ですから宗教というのはもちろん使いましたけれども、それはあくまで方便として使ってたということですね。宗教を中心に治めるということではなかった、まあ、一番日本に対して宗教を取り入れて、大事にしてきたのは誰かというと、おそらくは聖徳太子ということになります。聖徳太子は、それこそ全国に護国寺というのを作って、治めようとしたわけですけれども、でもその聖徳太子の宗教観がどういうことかということですけれども、まあ、ここに書いてあります。17条憲法というのがあります、まあ、これはもうご存知だと思いますけれども、国の根幹を作るものを17条の憲法にして作ったということです。
その第二条は何かっていうと、厚く三方を敬えっていうね、三方とは仏、僧、祝詞、奉仕なりというふうに書いてあります。ですからこの仏様と、仏法と僧侶で、を三方を敬いなさいという、ね、でそしてそれを国の柱として立てましょうというふうに言ってるわけです。まあ、これを見ると、あ、仏教を中心として、しようとしてるんだなということになりますけど、でもこの第一条が何かという、第一条はこれ、和らぎをもって尊しとなしというね、和をもって尊しとなしというね、逆うるなきを旨とせよという、まあ、有名な言葉がありますけど、これはちなみにですね、儒教の、教えです。孔子の論語の中の一節を取ってきているものです。ということはどういうことかっていうと、聖徳太子も宗教を中心として宗教を用いて国を作ろうとしたけれども、儒教のいいところ、仏教のいいところっていうふうに持ってきて、でそして、なんかこう都合のいいこう宗教体系を作って、それで治めようとしたというのが、聖徳太子ということになるわけです。ですからそれは韓国はそうじゃないですね。高麗から朝鮮になる時っていうのは、それまで仏教を全部破棄して儒教でって、そこで仏教と儒教のいろんな対立があったりとか、要するにその宗教を中心として治めようとするので、あっちからもこっちからも都合よくしようとかっていうふうな発想じゃないんですよね。だからいろんな宗教間の宗派間の対立も出てくるわけですけど、まあ、日本はそうじゃなくて、そういう対立もあんまり起こらなかった代わりに、まあ、いろんなものをこ うまく寄せ集めて作ったらいいんじゃないのってね、そういうふうにしてこうしてきたという。これは先ほど言ったようにこの距離があるので、要するに信仰というのが、書物とかで入ってくるのがメインですから、そうするとそれをどう解釈するかというのをもう受け取り側次第なんですね。でもそうやって、国を作ってきたということなので、宗教というものに対する、国の捉え方、作り方というか関わり方というのが全くこの、韓半島と日本では違う、そういったものを作ってきたんだということになります。ちなみにあのお札ですね、お札っていうのはその国の価値観を表すというふうに言われてます。で、韓国のお札っていうのは誰がそこの肖像に使われてるかということですけれども、千ウォン札、これは、テゲイファンというね、いう人、五千ウォン札が、ユルゴイーという人で、一万ウォン札が、まあ、これはセジョンテワンって、まあ、これは有名ですね。あと五万ウォン札は、シンサイムダンという、こういう4人ですが、この4人に共通しているのは何かっていうと、みんな儒教の、関係の人だということです。千ウォン札のイゲテファンというのは、やっぱり立正戦時代の儒学者で、東山書院というのを開いて仏教をずっとこう教えを広めていった、その、朝鮮儒教の交流の先駆けというね、そういう人です。で、ここの、このイゲテファンから一つのこう学科がこうできていくわけです。それに対してもう一つ違う学科があって、まあ、その二つ結構対立はしてたりするんですけど、それが何かっていうと、イルゴクイー、ユルゴクイーという、そういう人ですね。で、この人は、韓国儒学の父というふうに呼ばれている人で、やっぱりその韓国、朝鮮時代の、儒教の体系を作った人です。そういう人たちがこう韓国のお札になってますよ。で、そして一万お札は何かっていうと、セジョンデワンですけど、まあ、彼はあの、ハングルを作ったことで有名です。まあ、別にハングルを作ったって言っても、セジョン大学が一生懸命考えて作ったんじゃなくて、国中からいろんなそういう学者を集めて、言葉を作ろうって言って作ったわけですけど、あといろんな発明とかもしてます。でもそれだけじゃなくて、セジョン大学というのはどういう人かっていうと、参考実行図というですね、そういったものを編纂してます。これは人々の模範になる中心公序、公私、そういったものに対する記録を集めて、こういうふうにして生きるべきだっていうのを作って、編纂したものです。そういうことをします。ですから儒教を広めた人というか、儒教を中心に国づくりをした人、大王としても有名な人です。そして五千音札、この人だけは女流、女性です。で、朝鮮時代には珍しい女流画家ということですね。当時は女性がそんな社会に出ていくということはなかったので、この人はそういう意味ではとっても有名な人なんですけれども、この人はその女流画家として有名ですけれども、なんでそうやって女性なのに出ていけたかっていうと、彼女は小さい頃から諸子三経という、師書三経というのに親しんで、まあ、後進と志が高い良妻賢母の鏡というふうに言われてますけれども、つまりお父さんに対してよくはべって、夫に対してもよくはべって、そしてお父さんやその夫が彼女のことに感動して、で、彼女のその才能を何とか生かしてあげる道がないかというと、お父さんや夫が一生懸命に頑張って売り出していって、それで女流画家として有名になったんです。で、そしてこのですね、ユルゴクイーのお母さんでもあります。ですから儒教の精神を体現した女性という、ね、
まあ、そういうふうにしてこう韓国で知られている女性です。ですから韓国のお札っていうのはみんなこのやっぱり儒教のですね、関係のお札ですよということですから、今韓国では儒教っていう宗教自体はそんなに、栄えてないですね。キリスト教仏教というのが主流ですけど、でも価値観の中にそういう宗教信仰ということあるいは儒教ということがどれだけ根付いているかというのをこういうお札を見ても分かるというふうに。それに対して日本のお札はどうかということですね。戦前のお札っていうのは皇族もしくは皇族の右腕になった人たち、あるいは鎌倉幕府を滅ぼして後醍醐天皇を建てた武士たちという、そういう人たちなんです。これはつまりどういうことかというと、戦前は明治天皇天皇制を中心として国づくりをしようというね、国づくりの根幹を天皇制にしようとした現れということですね。ですからそういう人たちをお札にしました。で戦後はどうかっていうと、戦後は政治家もしくは学者や文化人というふうになっています。ですからそこにこう信仰とかそういうふうな価値観というのはこうないですね。まあそれだけじゃなくて、これ見ていくとですね、結構半島に対して韓国に対して政観論とか唱えた人多いんですね、この中でね。福沢諭吉とか、あとは、もちろん伊藤博文とか、板垣退助もそうかな、というふうなことで、あんまりなんかこうそういうところ配慮してないなっていうね。まあもしかしたら意図的にそういう人集めてるのかもしれませんけど、まあそんなふうなことですし、信仰者というのはないですね。まあ、聖徳太子とか二度稲造とかっていうのはまあ信仰ということはありますけど、でもそれが理由で考察になってるわけではないので、ですからそういうところでも日本と韓国の価値観の違いというね、そういったことは理解していただけるかなというふうに思います。まあ、あとまあこれ韓、まあ、アメリカはまあいいかな。ちなみにキリスト教ということで言うと、韓国のキリスト教人口というのはどうかっていうことですが、プロテスタントが 18%、 カトリックが 10% ということですね。ですから合わせると大体3人に1人ぐらいが、キリスト教ですよというふうになります。で仏教が大体5人に1人ぐらい、ね、まあ、そういうふうな割合になりますけれども、ただですね、韓国っていう国の特徴として感じられるのは次のところですけれども、アメリカについてですね、宣教師を多く送り出している国なんです、ね、これかなり早い時期からそうです。つまり韓国っていう国がまだ貧しくて、国の中も大変だった時期から韓国のキリスト教会っていうのは世界中に宣教師を送り出してるんですね。まあアメリカはそうだっていうのは当然ですけど、ヨーロッパの国よりもたくさんの宣教師を送り出してるのは韓国だというようなことになります。あと歴代大統領、全部で10人いますけれども、そのうち6人はキリスト教徒だということをはっきりと表明している人たちですね。あとの人たちはちょっとわからないです。何宗教がよくわからないということです。ですから半分以上はキリスト教徒で、ちょうど、お父様の摂理の時だった、李承晩という方ももちろんそうですし、まあ、そういうふうな国ですよということです。ですからやっぱりキリスト教というのはそういう意味で根付いているということが分かります。それに対して日本のキリスト教どうかって 1% 未満ということですか。これはすごいことなんですね。ちょっとなんか自慢できるぐらいすごいというね、そういう感じもします。どれぐらいすごいかっていうと、例えば非キリスト教国の中にクリスチャンがどれぐらいいるかっていうと、世界最大のイスラム教国はインドネシアですけども、その中で1割がキリスト教徒ですね。あとはパレスチナとかヨルダンとかイスラエルとかそういうところでも大体 8.7% ということですから、まあ、やっぱり1割弱ぐらいがクリスチャンです。あとエジプトもイスラム教国でやっぱり1割ぐらいですね。で、中国っていうのは 2% 台っていうのは、これ政府の公式発表で 2% 台です。実際の地下活動とか入れると1割ぐらいじゃないかというふうに言われています。あとベトナムでも最近あそこも社会主義ですけど、クリスチャンが増えてきて1割ぐらいになっているということなので、そういうふうな意味では共産国家とかイスラム教国家とかそういうところでも大体1割ぐらいのクリスチャンがいるということです。どうしてここまでなのかなっていうのは、ちょっとここまでいくとすごい不思議というかね、いうふうになりますけど、でもまあそういうところだということです。ですからその日本がエバ国として建てられたというのがどれぐらいなんかこう奇妙なことかというね、いうことですね。まあこれのところは、まあ、これは何かというと、これアメリカの人に特に見てもらおうと思って作ったんですけれども、韓国の歴代王朝がどれぐらい続いてるかというね、コグリョが28代、クダラが、31代、シルラが、56代ですね。キムチになって56代、最初から合わせるとそれにプラスしますけど、あとは
古領が34代、医師朝鮮が27代ということですから、一系でずっとつながっている、まあ、国だということです。ここまでやっぱり長くこう一系でつながる国っていうのはないですね。日本は一番長くて15代ですよね。結構中国も結構変わってます。アメリカ、ヨーロッパとかはもう全然なんていうかこうそういう血統でつながるという発想がないですからね。ローマ帝国もそうですよ。ローマ帝国っていうのは共和制の頃っていうのは毎年選ばれて選挙で選ばれてたわけですし、でその後帝政ローマになった後でも、血統でつなぐということはないですね。まあ、何人かそういう人いましたけれども、基本的には実力主義です。ですから実力のある人が大いにつくということなので、だから逆にこの人は実力あるから自分の養子にしてそして皇帝にしようって、そういうふうなことはありましたけど、だから血統と実力っていうことが逆転しているのがヨーロッパの国だというふうになります。ですから韓国っていうのはそうやって一系をずっと守っていくというね、そういう血統を大事にする国だということです。ただちなみにこの点については日本はすごくてですね、天皇家というのはギネスブックに載っているところですね、王朝の中で最長の続いている王朝というね、そういう記録は、天皇家ですね。ただ日本は天皇家は立っていたけれども、さっき言ったように武士が治める、要するに武力でその、天皇家を抑え込んで政治を取ってたということなので、まあ、そのあたりどう評価するかということがあります。まあ、韓国っていうのはとにかくそうやって歴代王朝が一つ一つが結構長く続いてきた、国ですよと。まあ、今こうお話したのを図にまとめたものなんですけど、韓国っていう国は古代においては仏教が入ってきました。でそして中世においては儒教が入ってきたんです。その時何が入ってきたかって、この入ってきたか、中世の中で一番中心的な儒教の徳目は何かというと孔ということですね。でそして同じように日本もですね、仏教が入ってきました、古代においては。でそして中世江戸時代というのは儒教で治めてます。でもここにですね、入ってきたのはこう中ということなんですね。これは何でかっていうと、先ほどお話ししたように韓国っていうのはまず何よりも血統、血族や家族が大事というか、それを中心に作ってきた社会なので、その価値観がずっとあるわけです。そこに儒教が入ってきたわけですから、やっぱり儒教の中でも中心的に一番重要な徳目は何かというと孔というふうになりますよという。それに対して日本はどうかというと、もともと社会が中心なんですね。社会が中心ですから、そのいざ鎌倉とかっていうのもあったわけですけども、何かあった時はやっぱり君主のためにというのがあって、そこに儒教を取り入れましたから、その中心的な徳目は中だというふうに。この違いがですね、韓国と日本の文化というのはかなり大きく分けてます。ですから日本が立派な話って言って残ってるのっていうのはこの中の話が多いんですね。中心蔵っていうのはまさにそのなんていうかこう大事な、この君主のために犠牲になるっていうのが日本人のこの心の、なんていうかこう細かい細やかなところに触れるわけですね。でも韓国はそうじゃないです。こうなんですね。ですから韓国の人たちにとってはこうというのが一番大事で、ですから日本でいうところの中の物語っていうよりもこうの物語が残るわけです。氷蛇角っていう孔子のことを、孔子というのは高校な子供のことを書いてる、こういろんなそういう石みたいなのいろんなところに残ってます。そこにはこの、地域に昔こういう、立派な高校者がいたんだとかって、そういうふうなことがずっと書いてある、そういうのは氷蛇角というのは全国にありますけれども、そうやって孔というものを建ててきた国ですね。でそしてこの李氏朝鮮時代の一時期はその高校者が家の中から出るとその家の税金が免除されるとかね、そういうのはこう時代もあったみたいな。あるいはその頃、の、なんて言うんでしょう、まあ、この孔ということを中心に収めてたので、例えば国がですね侵略を受けて、危ないというね、そういう時国のために戦っている将軍がいて頑張っていると、でもその将軍の親が死んだとしたら、その将軍はすぐにその戦線を離れて田舎に帰って3年間喪に服さないといけないというね、そういうふうなことです。もしその時に、いやでも今は国が大変な時だから国のために頑張って戦って勝たなくちゃって言って、田舎に帰って喪に服さないでそこにいるとどうなるかっていうと、その将軍は、捕まえられて罰せられちゃいますよというふうになります。それは何でかっていうと、韓国の要するに思想の中には自分の親にはべれないものが国王や国にはべれるはずがないというね、そういうまあ思想ですよね。で日本は逆ですね。
親の死に目に会えないっていうのは悪いことじゃないんですね。芸人やなんかだったら成功している証みたいなものがあって、むしろなんかこう親が危ないとかって、親が死んだとかって帰ってったら何やってるんだっていうね、社会的な責任を、なんか責任感がないとか、そういうふうに思われちゃうだけで、ですから日本でそんな親が死んだからって言ってなんか、将軍が田舎に帰ったりしたらそれこそ、処刑門みたいになっちゃうわけですから、ですからそういうところは全然価値観が違うわけです。ちなみにそういう考え方、韓国の考え方っていうのは今もその、韓国の人の中に残っているようですね。なんか僕がまあちょっと出会ったことですけれども、その6500層のですね、ある夫人がまあ6500層でお嫁に行きました。でその旦那さん何したかっていうと、ハンナムドンのお父様の、皇帝でですね、警備をしていたんですね。ですからいつもまあハンナムドンにいて警備してました。まあ、警備っていう仕事は相当大変みたいで、お父様が休まれてから休んで、そしてお父さん起きる前に起きてっていうふうにしてるんです。まあ大体、しばらくすると体壊して続けられなくなるというふうに言ってましたけれども、まあ、そういう仕事をしていたので、その奥さんもいつもハンナムドンのところに行って、ご師匠様とかお孫様とかそういう方と、に一緒にはべって、してた。まあ日本からお嫁に行ってそうやって誠の御邸の近くにいてっていうので、まあ、喜んで一生懸命こう、してたというわけです。でもある時にそういうふうにしてたら、ご主人さんからちょっと話があるんだというふうに呼ばれたので、何ですかって言って、そういうご主人様のところに行って話を聞いたら怒られたというわけです。それ何かっていうと、まあお前はいつも誠の御邸にはべってるというね、まあそれはいい、だけどお前は自分のその韓国にいる旦那さんの親とか日本にいる自分の親全然はべってないじゃないかというね、自分の親にはべれないものが、誠の御邸にはべれると思うなと言ってすごく怒られたというふうに言ってました。ですから韓国の人の中にやっぱりまだそういうふうなこう思想というか、そういったものが脈々と受け継がれてきてるんだなというのが、まあ、その功ということですね。ですからやっぱり韓国の人にとって親っていうのは特別なんですね。まあ、これもある韓日家庭の話で、日本に来ている韓日家庭の、話ですけれども、そのご主人さんは、まあお酒をよく飲む、まあもちろん、祝福を受けているとはいえ統一教会の信仰とかっていうのもなくて、まあお酒をよく飲んで、そして居酒屋とかで飲んでは暴れて物壊したりとかいろいろして警察に連れて行かれてというね、もう大変というね、まあそういう方がいらっしゃるわけです。で、まあそれでまあどうしたらいいんでしょうと相談に来られました。まあ大変ですねって言ってね、離婚とか考えないんですかって、いやそれは考えましたって、ね、じゃあどうしてされないんですかって聞いたら、いやまあそうやってめちゃくちゃなのは分かるけど、でもやっぱり、その韓国の人の情の世界が違うのでというわけですね。具体的にどういうところでそういうふうに思うんですかって聞いたら、まあ先日もとかって言って、話してくれました。そのなんかこう居酒屋で暴れたというわけですね。でお酒飲んで暴れた、それはなんか最初は一人で飲んだんだけども、そこに日本人の若い兄ちゃんが来て、でそこでなんか話をして盛り上がって、一緒に最初は楽しく飲んだんだけど、ちょっとしたことがきっかけで喧嘩になって、そこでまたこう殴り合いの喧嘩して暴れて店壊しちゃってというね、それで、まあ、警察に行ったんですというわけですが、その時の喧嘩のきっかけが何かというと、その日本人の若者が自分の親のね、その日本人の自分の親の悪口を言ったというわけです。それでその韓国人の旦那さんが、お前自分の親の悪口は言うもんじゃないって言って、そこでこう説教したらしいんですね。そしたら日本人のその若者、なんで親の悪口言っちゃいけないんだとかって言って、そこでまたそこで言い合いになる、それで喧嘩になって殴り合いになっちゃったというわけですね。で殴り合いになったっていうのは大変な、まあもう困ったことなんだけれども、自分の親の悪口を言ったっていうことで喧嘩になるというのは日本人だったらやっぱ考えられないですよね。そういうところがなんかやっぱりめちゃくちゃのようで、やっぱりなんか韓国人と日本人って違うんですよねって。だからそういう世界がやっぱりこう見えるので、この人を見捨てられないというか、何とかしないといけないというふうに思うんですというふうに言ってました。そういうのはまあ韓国人の公の世界だと。ちなみにあの公と中とどっちが上かということは、これは公子が何とおっしゃられているかということですけど、儒教を始めると公子は、公が上だというね、はっきりそういうふうに聞かれて、そういうふうに答えてます、ね、公が中心なんだという、ね、公があって中があるんだという、ね、公があって他の徳目が出てくるんだというふうに言ってます、ね。まあ、それはともかくとして、まあ、韓国っていう国はそうやって公というものをずっと立ててきた国だということです。そしてそういう中にこうキリスト教が入ってきたわけですね。人類愛とか普遍的な愛とか許し、そういう世界が入ってきたわけです。
その結果、韓国っていう国はこの心情、情を中心とした行動というのが、韓国人の行動規範になるし、そして韓国の人の秩序というのは家庭を中心とした秩序というね、これは韓国人の秩序の中心です。それに対して日本はどうかっていうと、仏教が入ってきて儒教で中というね、いうものが入ってきて、でそして近代になってキリスト教を先ほど言ったように受け入れなかったんですね。でそして何を受け入れたかっていうと西洋合理主義というのをこう受け入れました。その結果日本人はどうかっていうと、基本的に社会を中心とした秩序を作って、社会的な規範っていうことが一番その、行動の中心の規範になるというね、そういうふうな行動様式になってきたということがあります。ですからこういったことの違いが韓国人と日本人の違いになってくるんです。ですから日本人から韓国人を見るどうなるかっていうと、いい加減に見えるんですね。思いつきで行動して、わがままで、自分勝手でっていう。それはこう情が動いたら動いちゃうんですね、彼らはね。でそして、秩序がないというね。要するに韓国の社会に行っても、全然こう秩序がないというふうに見えるのね。秩序がないというふうにこう見えるわけです。で韓国の人が日本人を見るどうなるかっていうと、堅苦しい、杓子定規というね、情がない。でそして同じやっぱり秩序がないというふうに見えるんですね。なんで韓国人からそんなこと言われるんだってね。ちゃんとこう列作って並んでる人が思うわけですよ。でも韓国の人から見ると、日本人のどこに秩序がないかっていうと、家庭の中に秩序がないというね、そういうふうに見えるわけです。だから人間にとって大事なのはやっぱり家庭が一番大事で、家庭の秩序っていうのが人間の秩序の中心だというふうに韓国の人たちは思ってます。だから日本人は、そういう秩序が全然なってないというね、そういうふうにこう見られちゃうということです。こういったところが韓国人と日本人の文化の違いから来る行動様式の違いで、そういうところからこういろんな誤解が出てくるんですね。まあ、この情を中心とするか、まあ、この社会的な規則っていうことでお話しすると、これはあの、韓国のそれこそこれは武藤さんが話をしていたことですけれども、韓国のテレビ番組の中にですね、隠れた両親を探せと、バラエティ番組の中に隠れた両親を探せというそういうコーナーがあると。でそのコーナーっていうのはどういうのかっていうと、例えばソウル駅のこう長い階段のところに隠れていてカメラで、待っていて、でそして、なんかこうおばあさんがこう重い荷物をよいしょよいしょってしているのを、なんかこう若い人がお持ちしましょうとかってこう思ってこう上がってきたりする、そういうのをこう、見つけたら出ていってですね、隠れた両親を探せですって言って、今こうされて素晴らしいですねって、いや田舎の母を思い出してとか言って、でそうやってこう良心的な行動を見つけて、それでなんかこう良心冷蔵庫っていう、なんかわかんないですけど冷蔵庫をあげるっていうね、なんで冷蔵庫なのかよくわかんないですまあそんなようなこうコーナーがあるらしいんですね。でその中である時、どういうコーナーがあったかというと、その中で撮ってたのは、信号が車の信号が赤信号になったらちゃんと停止線のところで止まって、でそして、まあ、歩行者信号がこうカチャカチャして青から赤になって、そして、こっちの車の信号が赤から青になったらその停止線から動き出すというね、そういうちゃんとこのルールを守る車を探そうと言って、でこうなんかこう隠れたんです。そんなのだって別にそんなコーナーになるなんて日本じゃ思えないですよね。もうすぐ見つかるんじゃないかと思います。これが韓国だと見つからないわけですね。朝からそうやって取り出してて、で夕方も結構薄暗くなった頃にやっと1台そういう車が見つかって、それまではこう停止線の前に止まっちゃったりとか、あとはなんかあの赤点滅、青点滅になって赤に歩行者が変わった時からもうじりじり動き出しちゃったりとか、あるいはもう誰もいないと思ってそのまま行っちゃったりとかいうので、で結局そうやってきちんとしてたのがその夕方までいなくって、であのそれからこう急いでこうそれを追いかけていって、で隠れた両親を探すせいですって言って、ちゃんと、交通ルール守られて素晴らしいです、いや普段から守るようにしてます、そうですかとかっていう、そういう、まあ、コーナーがあったというわけですよね。そういうコーナー自体がこうなんか信じられないまあでもあのおそらく韓国行ったことある方だったら、韓国の交通ルールひどいなというね、まあここ最近はかなり良くなってますね、かなり集中で取り締まりしてるのでね、それにしても田舎の方とか行くとひどいですね。僕はあのポハンというキョンジュ、キョンサン南道かな、キョンサン北道なのかな、のポハンという町がありますけれども、キョンジュからちょっと行ったところ港町ですね。そこにあの、教会関係の企業があって、そこに結構日本人とかいて、そこにこう呼ばれていって、そこでまあこういう研修したりとかカウンセリングしたことがあるんですけど、そこの町の道路というのはすごく広いんですね。片側3車線ぐらいあって、してるような、まあ、工業団地みたいなところの、
で僕が泊まったホテルっていうのはそういう道沿いのところにあって、でそしてその向かい側というコンビニがあったんですね。で夜なんか喉渇いたなと思ってコンビニなんか買いに行こうかなと思って降りて、でそして信号がこうあったので、で信号をこう待ってて、でまあすごい距離で車ビュン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 行くのでね、でこう待ってて、でそれで黄色信号になって赤信号になって歩行者信号が青になってしたけども、止まる車なんてなかったですね。あれみたいな、こうビュン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 こう行ってる、そんな多分そういう時間に歩行者がいるなんて思ってないんだと思います。でこう行っちゃって、そのうちなんかまた歩行者信号が赤になって、それで青になっちゃって、渡り損ねたってね。ほいでこうその次にもう一回赤になって歩行者信号が青になった時にこう手振ってね、でこう止めて、でそうするとまあ止まってくれますよね。それでこう反対側まで行って、また帰りも同じようにしてね、命がけみたいな感じです。で韓国の人はなんかそういうルールを守るっていう、そういうあんまり発想ないですよ。ルールっていうのは守らなくちゃなんない時、困った時に必要な時だけ守ればいいぐらいに思っていて、だからソウル市内とかそういうところで守んないと事故を起こすぞっていう時はちゃんと守るけれども、そんなところで別に守る必要なんか、守ったって守んなくて一緒だと思ったらこう守んないけどね、まあ、そういうところはありますよね。でそれで同じ番組かな、違う番組かな、まあ、かなり見たことあるって言ったので、多分いろんなところでやってるのかもしれませんけど、その日本に、取材に来てですね、日本のそういう交通の、あれをやってる番組があったというわけですね。でそれどういうのかっていうと、夜中に人っ子一人いない田舎道、まあ、昼間から黄色点滅してるところってあるわけですね。そういうところでにこう隠れてて、でそれでこう押しボタンをピッと押すわけです。で向こうから車来るのを見てピッと押すと、そうすると歩行者信、車の信号が赤になって歩行者信号が青になるわけですね。当たり前ですけど、そうすると車こうピタッと止まるわけです。でそれでこうカチャカチャカチャして、それで、歩行者信号が赤になって、で青になったらこう動き出すわけです。それをこうじーっと撮ってるわけです。それをこう韓国のテレビで流すと、スタジオがですね、止まったことでおーってね、止まったってこうざわめきが起こるわけですね。でそして、そこでいないっていうことが分かってもじーっと待ってるわけです。でそのだんだんざわめきというかどよめきがなんかこうっていうね、なんで止まってんだっていうふうになってる。で最後まで止まってその信号守ってるのを見て、なんなんだあれはみたいなね、ちょっと怖いみたいな、そういう感じになるわけです、なんでそんな、だって誰も見てない、その子いたって変わんないのに、なんでそんなところでじっと待ってんだっていうふうに思うわけです。なんで待ってるんですか、日本人なんで待ってるんですか、それはだって交通ルールだからっていうね、いうなるわけです。その交通ルールは韓国人だって知ってるわけです。だけども日本人は交通ルールをちゃんと守ろうとする、韓国人は守ろうとしないわけです、ね。まあ、ある意味ではここにですね、日本人の信仰があるんですね。きちんとルールを守る、なんか天国って、地上天国っていうのはみんながちゃんとお互いに秩序を守ってルールを守っている世界というね、まあ、そんなようなこうことがあって、だから日本人はきちんと社会的なルールを守るとかっていうのはとても重要なんです。だこういうところでこう話しててもそうですね、まあ、昨日僕は30分時間間違えてしましたけど、例えば3時までなら3時までですってね、そういうふうにしてこう話し出してるわけで、こう話してると、3時がだんだん近づいてきて、でも終わる気配がない、あれおかしいな、3時までって言ってるの終わんないなってね、思うわけです。でこう3時が5分前になって3時になって、あどうして終わんないんだろうってみんなこうそわそわしだすわけです。ほいでそれが5分過ぎて10分過ぎて、いつになって終わるのかしらとか、そういうふうにこう思われるわけです。でもし僕は途中でですね、すいません今日ちょっと長引きそうなので15分、ほど長くなっちゃって3時15分ぐらいまでお話ししますというふうに言えばですね、あそうなんだと思ってこう落ち着いて聞いてらっしゃるわけですよね。それ何が問題かっていうと、3時っていうルールがあるにもかかわらずそれを守ってないっていうことが問題なんですね。そのことでなんかそわそわしだすわけです。だから15分遅らせますよってそのルールを変更してくれれば新しいルールに従っていくので、それでこう気持ちが落ち着くわけです。でも韓国人はそうじゃないんですね。情がなんかこう盛り上がってきたら、もういつまででも話してみたいみたいな、そういう気持ちになりますから、そんな最初に何時って言ったことなんかもうどうでもよくなっちゃうわけです。でも韓国人同士だったらそれでなんかこう情の世界なので、話す方と聞く方がこう気持ちが盛り上がってですね、それでなんかお父様の自助伝の中にもありますよ、もう一晩こうなんかこう話してもとかってこう汗かきながら、してとかってありますけど、そういうふうなこう情と情が出会えばそうなるわけです。日本人はそうじゃなくてやっぱりルールが気になっちゃうので、どうしてこの教会長ちゃんと時間守らないのかしらとかってなってですね、それでこうなんかこう気持ちがこうずれていって話が、おかしくなっちゃうというふうになる。
ですからそういうところがですね、こう韓国人と日本人の、行動の規範の違いになってきますよということ。だからそういうことをなんか理解しておいて、で韓国人はそういう情報が通じる、逆に言えばそこでこう屈服するわけですし、ですからお父様はひたすら長く話されるというね、日本人はもうあれ行なわけですね、でも韓国人にとってはその情の世界が通じるとそこで出会っていくという、そういう世界が出てくるというふうになります、ね、なんかそういったところがまずこう違うんだということを、理解していただけたらなというふうに思います、まあ、もちろん日本人も別に情がないわけじゃないです、情的な人いろいろいますけど、まあ、あとまあ他の例でいうと、例えばあのまあうちはその純正というのを自宅でやってて、ですからいろんなこう人たちがたくさんいるわけですね。お昼はその純正の生たちとうちの家族と一緒に食べてますから、みんなこう20人近くになることもあります。うちのまあ食卓というか、それはあのまあ種族メシアをするためにすぐ集まれなくちゃいけないというふうに思ってですね、あの家を作った時に4メートルの方をこう掘りごたつがあるんです。だからまあこう座るとまあ十何人か、20人になるともう一個くっつけないといけないんです、まあ、そういうところで食べたりして、でそうするとですね、まあ、家内一人でお昼作ったりとかしてますし、あと夜ご飯とかも、スタッフもこう寝泊まりしたりとかして、まあ、うちだけで両親と子供4人で全部8人家族で、そこに居候のスタッフが2人いて、あとそこに何かするとまあ、十何人とかって少なくなるわけです。そうすると家内ももうみたいになるわけですね。でそうするとスタッフの人もこう気を使ってくれるわけです。サボにも大変ですよねって言ってね、料理作りましょうかっていうね、言うわけですね、まあ、そうするとそれはまあありがとうってわけです。そうすると日本人は何て聞くかっていう、じゃあ何時に来たらいいですかって聞くんですね。これが韓国人の家内にとってはなんでそんなことを言うんだってね、来たかったら来ればいいじゃないかって、ね、言うわけです。でも日本人にとっては例えばお昼の時間が1時何分からだったら何分前に行ったらいいですか、12時行ったらいいですか、12時15分がいいですかとかね、それはあの親切で聞いてるつもりなんですね。でもそれがこう嫌なんですね。その義務感でやるのかというね、やりたくないんだったら別にやってくれなくてもいいとかってなっちゃう。いやそんなこと思ってないというわけです、日本人はね。都合があるだろうから、そう段取りがあるだろうから聞いてるのにというね、いうふうになるわけですね。でそういうところでこううまくいかなくなるわけです。そこにあの昨日あの、まあ、ちょっとご紹介したけど、チェ・ムンスクさんというね、彼女はまあ韓国のあれですか。で彼女が来てどうかっていうと、大変ですねとかって言って、特に夕食とかうちやっぱりそうなるとこう遅くなっちゃうことが多いので、もうちょっと早く食べられるようにしましょうとかって言って、私がこれから手伝いますとかって言ってこう来るわけですね。でその時に何時に来たらいいですかとか何したらいいですかなんて聞かないんですよね。で家内がやるけれども私がやるぞというね、私もやるぞというか私が何とかするからとかって来るわけですね。そういうところのこう細かいところがですね、やっぱり日本人は何か、まあ、気を使うということもあるんですけど、気を使うということが大きいんですけれども、なんかこう、何時に行ったらいいですかとか、じゃあどういうふうにしたらいいですか、私何したらいいですかっていうね、そういうことがいちいちなんかこう気になっちゃって、そういうふうにしないとなんかこう、ちゃんと役割が明確で、なんか時間とか明確じゃないと落ち着かないみたいになっちゃうというところが、まあ、僕もそれ分かってはいるんですけど、家内からももうって言われるんですけど、僕はやっぱり日本人なのでね、なんかこううまくこう伝えられないんですけど、やっぱりそうなんか韓国の人が来てみると、あそういうことはやっぱり違うよねっていうね、まあ、そういう世界です、まあ、それはともかく、まあ、そういうところがまあ韓国と日本のね、この情の世界と秩序社会的なルールを求めちゃうところのこう違いなんだというふうになります。でそしてこの秩序ということもこう違いますよね。家庭を中心とした秩序か社会を中心とした秩序かということになります。韓国は家庭を中心とした秩序ということですから、つまり韓国の、家庭っていうのはちゃんとその中心に立つ人がいて、でそしてその中心、例えば お父さんとお母さんがいたらお父さんだし、おじいちゃんおばあちゃんがいたらそうおじいちゃんおばあちゃんだし、その人を中心にこう動いていく、そういう秩序がありますよということです。日本は外ではこうきちんとしてますけど、家の中はそうバラバラなんですね。ですから子ども中心だったりするわけです。食べ物とかいろんなことが子ども中心に動くわけですね。韓国の人は子ども中心に動くってことは基本的にはないですね。あくまで親が中心だし、おじいちゃんおばあちゃんだったらおじいちゃんおばあちゃん、大人が中心というね、そういうふうにしてこう動いている。食事の場面とかでもそうですね。食事っていうのはその家の中心がいて、でそのおじいちゃんのおじいちゃんとお父さんのお父さんがいて、でそしてそのお父さんやおじいちゃん、いただきますって言って箸をつけたらみんな、食べられるし、
そのじいちゃん、おばあちゃん、ごちそうさまって言ったらそこでごちそうさま。それまで先に食べようと席を立つというのは失礼なわけですね。ですからまず、食事の準備ができて、まあそのおじいちゃんが座って、じゃ食べようとかって言って。で、そう箸つけたらこう箸をつけてきて。昔の、伝統で儒教に厳しいところっていうのは、そのおじいちゃんがお箸をつけたものしかまず食べられないっていうね。最初お箸をつけるのおじいちゃんというふうになる。まあ、そういうふうにこうなるんで、まあ、今はというか、まあ、そこまでしなくても、やっぱり目上の人がつけたらつけるというね、そういうことが、ありますけれども。で、そしてごちそうさまも、その人がごちそうさまというまでそこから離れちゃいけないわけですから、そこでこう話とかしながらこう、まあ、先食べ終わっても、待ってるという、ね、そういうふうなことです。そういうのが全部その、家の中心になっている人を中心としてそうやって動いてますよ。ですからそれこそあの武藤さんが言ってましたけれど、武藤さんの子供が幼稚園に通い出したというね、幼稚園に通い出した時に、そこで何を教わってきたかっていうと、食事の前に挨拶を教わってきた。その食事の前に挨拶がどういうのかっていうと、先生お先にお召し上がりください、私たちは後からいただきます、やんやんやんっていうね、そういうなんかこうそういうのを教わってきたというわけですね。まあやんやんやんが何だか分かんないというふうに言ってましたけれど、まあ、でも重要なのは要するに先生お先にお召し上がりくださいって、私たちはその後いただきますって、そういうことを幼稚園の中でまず教えるんだということですね。日本の幼稚園でそんなことを教える幼稚園なんてないですよね。日本の幼稚園で教えるのは右見て左見てもう一度右を見てから渡りましょうみたいな、そういうルールはこうちゃんと教えますし、人に迷惑をかけないっていうね、そういうことをは教えるわけですけれども、ですからそうやって家庭の中にこう秩序が韓国の中ではこうきちんとできてますよ。ですからちゃんと敬語を使うわけですし、おじいちゃんおばあちゃんは敬語を使いますし、親に対しても敬語を使いますし、でも敬語を使ってもよそよそしい感じじゃないですよね。日本人だと敬語を使うとよそよそしい距離を取るような感じになっちゃうけれども、韓国じゃそうじゃないです。ですから家族ですから、韓国の人たちってやっぱり一切違うと、ヒョンとか、ヌナとかってなるわけですね。それは家族が一切違えば、お兄さんお姉さんですから。日本の場合にやっぱり社会が中心になってきているので、まあ、昔はそう儒教の文化があった時はそうでもなかったんですけど、今は社会の地位の方がこう重要だったりとか上だったりというふうになってきてます。社会的な地位っていうのは年齢と関係なくできているものですから、まあ、そういったところも韓国と日本は、韓国はどうして年齢の上の人が偉そうにしてて社会的な地位もあるけれども年齢がっていうのは、それは家族が中心なので、家族っていうのは一つでも年上だったらそっちの方がお兄さんですし、あるいは家族が、家族の中でお兄ちゃんは、平だけれども弟は部長とかって言ったって、家に戻ってきて兄と弟ならそんなの関係ないわけですね。そういったところの延長にあるので、韓国っていうのはやっぱり年齢ということが重要視されるし、そういうところが日本と韓国が違うところだということになる。だからそういったことをちゃんと理解して、私たちが目指して、じゃあこっちとこっちどっちがより本然の家庭、本然の姿なのかというと、それはもうこっちで決まってますよね。それはもう原理論もはっきり書いてあります。神様は、愛で主観しようとしたのか、原理で主観しようとしたのかというね。それは原理で主観しようとされなかった、ルールで主観しようとされなかった、愛で主観しようとされたということですから。ですから一見韓国の人たちってめちゃくちゃでわがままで、というふうに見えるけれども、それはその行動の規範が違うからね。まあ、だからといって別に赤信号行っちゃっていいかどうかというのは別問題ですけどね。まあそういったところ、そういった違いがあるんだということを理解しないといけない。私たちはもっとそういう意味では、知らず知らずでこっちになっているのでね。それをこう変えていく、そういったことが必要になってくるだろうということですね。じゃあその日本、韓国人の情っていうことをもうちょっと見ていくということになりますけれども、韓国人の情っていうのは何しろやっぱり濃いというね、濃くて近いっていうのがやっぱり一番の特徴ですね。ですから昨日もちょっと話しましたけど、韓国人の中にその情の濃さにやられちゃうんですね、関係の濃さにね。まあ僕はまあもちろん教会のことでも言ってますけれども、それだけじゃなくて、向こうの大学、国立の金州大学っていう、金州というのは公園の公という字に州ですけれども、金州大学にずっと先生がいて、その先生が僕を呼んでくださって
1週間ぐらい障害児のいろんな研修のですね講師として、7、8回、10回近く行きましたかね。行っていろいろと講義したりとか、実技指導とかいろいろしましたけど、ですからその先生はもうなんかこう非常に親しくて、まあ僕からするとそういうことヒョンみたいなね、ヒョンニンみたいなそういう感じの先生ですね。で、まあその先生とそれともこう結構親しくしたんですけど、まあそこのプログラムもあって何年かお会いしない時があります。でその何年かお会いしない後でですね、その先生が日本の学会に来られるというねいうことだったので僕もこう会いに行ったんですね。もうそうしたらもうなんかこう遠くで僕を見つけてですね、わーとかってもうすごい勢いでこう走ってきますよね。で元気かみたいなね、来るわけです。でそうするとまあこう握手してでこうハグしてというね、でこうなんか背中とか頭とかこうぐしゃぐしゃされてこうベタ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 ってもう体中ですね、もう上からこう下までこうベタベタされて最後おちんちんもみもみとかされちゃってですね。それで向こう行こう向こう行こうとかって言ってなんかこう、こう肩組んでこう行くわけですよ。やっぱりこう日本人としては日本でそれされるとちょっと辛いわけですよ。ちょっとなんかこう人目気になっちゃうしみたいな、あのおじさんたち何してるんだろうみたいにしかこう思われないわけです。まあでもなんかこうちょっと待ってくださいとも言えないので、まあそうでホテルのロビーみたいなところでこう手つなぎながら話してですね、まあ怪しいったらこの上ないみたいな感じですけど、でも韓国の人っていうのはまあそういうもんですよね。男性でもそうやってこう身体接触って近いですし、あと布団とかで寝るときでもくっつけて寝たりしますよね、友達同士でもね。これもその最初にですね、韓国のその根治大学に行ったとき日本人何人かで行ったんですね、その指導をするというので。でその時に、まあ旅館みたいなの取っててくれて、どうぞ皆さんここで寝てくださいって、ね、言って、まあ、布団とかもちゃんと敷いてくれてるんですけど、でもその布団がこうくっついてるんですよね、3枚か4枚か。でそれでなんかこう入ってきて日本人として違和感あるわけです。どうぞとかって言って、ね、入ってきて、であれとかって、それでなんかおもむろに僕たちどうしたかっていうとこう布団をこう離してしたわけですけど、それを見てその時僕はこういうの知らなかったので、今思えばその時にあの韓国人はどう見てたのかなっていうね、この人たちなんか仲良さそうにして本当は仲悪いのかなとか思われたんじゃないかなっていうね、そういうふうに思います、ね、でもそうやってこうくっつけて寝るとかいうことも、まあ普通ですし、なんかそういうところも人と人との距離が全然違うというね、そういうことですね。でも慣れるとやっぱりそっちが心地いいですよね、近い距離というのはね、いうふうになります。ですから韓国人のそういう情の世界って、どういうふうにこう感じるかっていうと、まあ僕自身がですね、韓国人の情の世界っていうのを一言で言えばどうかっていうと、一つになりたいっていうね、そういう世界ですよね。別々は嫌ってね、一緒になりたいっていうね、そういう風な世界が強いんだろうなと。だからの食事とかでもそうですよね、一緒になんか食べたいんですよね。だからこう取り分けるとかそういう風なことっていうのは韓国の人は嫌がりますよね。みんなこうあるところを一緒に食べて、一緒に一つのものから食べるからシックなんだとか、家族なんだというふうに言いました。まあ、中国やなんかでも、こう大皿に出てきますけど、でも中国が大皿にあるやつをこうぐるぐる回しながら取っていって、そして食べますよね。韓国の人はそのまんまこう行きますよね。でまだなんかこう炒め物とかそういうのだったら分かりますけど、鍋とかスープやなんかでもこう直接こうしてこう食べますよね。ああいうのって日本人からするとなんかこうちょっとなんかこうどうしていいか分かんないみたいなね、いうことになりますけど、でもそうやってこう一つになりたいんだということですね。それは韓国人の情の世界。じゃあ韓国人の情の世界が一つになりたいだったら、日本人はどうかっていうと、日本人の情の世界っていうのは一人になりたいっていうね。まあどっかでですね、ずっと一緒にいるとくたびれちゃうんですね。なんか一人になるっていうとなんとなく嬉しかったりとかするわけです。今日は子供たちはみんな教会学校のお泊まりで、夫もなんか出張でとかね、ほいでなんかこう今日は私一人とかってどっかウキウキしちゃうわけです、ね、もう何日も前からなんか丸印ついてる、なんだこの丸印、内緒みたいな、この日は一人みたいな、こうなったりするわけですけど、なんかどっかでこう一人になりたくなっちゃうとね、まあこう一つと一人で一字違い同違いみたいな感じですけど、でなんで一人になりたいかっていうと、日本人は人と一緒にいると気疲れするんですね、くたびれちゃうんですね。
どうしてくたびれちゃうかっていうと、気配りとか、あるいは気遣いとかね、するんです。で、なんで気配りとか気遣いとかっていうのが出てくるかっていうと、先ほど言ったやっぱり日本人というのはこの社会的なルールっていうのが重要なので、日本人にとってきちんとしている人、立派な人っていうのはこの社会的なルール、規範っていうのをきちんと守れる人っていうのが立派な人だというふうに言われるわけですね。つまりちゃんと挨拶ができるとか、いろんななんかボンクレの付け届けをちゃんとするとか、あるいは何かもらった時のお返しをちゃんとするとかね。あのお返しっていう風習っていうのは、まあ、日本ぐらいだと思いますよね。韓国人は理解できないですよね。アメリカ人とかでもそうです。なんでもらったものをわざわざ返すんだっていうね、いうわけですね。特にあのうちの両親とかやっぱりまあ昔の人は半返しとかって言ってね、もらったものを大体値段を控えておいてその半分ぐらいのものをとかってするわけです。もうかなり理解できないわけですね。なんでそんなことするんだってね。それだったら最初から半分もらえばいいじゃないかとかって言っていやでデパートに儲けさせるだけじゃないかとかってこうね言いたら、まあ、それはそうごもっともだという。だから韓国人だけで、要するに外国の人は別にそういうもらったらもらったものでありがたく嬉しくもらっておいて、また何かあった時こっちからあげればいいだけであって、そうなんかわざわざお返しする、なんでそんなことするんだ。それはだからそれはルールだからですね。暗黙のルールっていうのがあるんです。この社会の暗黙のルールをきちんと理解していて、それをちゃんとできる人が立派な人だったりいい人だったりするわけですね。だから、くたびれちゃうんですね。気配りや気遣いっていうのもそうです。そうやって相手に不愉快な思いをさせないように、相手に対してきちんと、今言ったような暗黙の了解みたいなのをちゃんとできてるかなっていうふうに考えなくちゃいけないので、くたびれちゃうんですね。まあ、昨日僕の家内の妹の話しましたけども、彼女はです、言ってましたね。日本人は元気がないというね、気がないんだというね。韓国人は気を大事にするというね。まあ、気の元が元気ですから。で、日本人は気がないくせにすぐにその気を使ったり配ったりしちゃうから、だからなくなっちゃうんだとね。だから韓国人は無駄に使ったり配ったりしないとかって言ってましたけど、まあなるほどなっていうね、いうことですね。ですからこの気遣い気配りっていうのは、要するにこれは堕落性なんだっていうことですね。で、日本人は天国っていうのは、みんながちゃんとお互いに気を配り合って配慮し合ってするような世界が天国だというふうに思ってますけど、韓国人そんなこと思ってないですね。もっと情と情とがどこまで出会えるかということですから、本当に濃い関係になったらそんな気を使ったり配ったりしなくても、相手に思って相手にはべる、相手を愛するということがあったとしても、そんなところで何かこう不必要に何か使ったり配ったりしないと、ね、いうことになりますので、だから私たちが、美徳だと思っていることが実は美徳じゃなくて堕落性だというね、いうことだってあるわけです。ですからそういったことをちゃんと考えていかないと、昨日話したみたいにいい関係を作ろうとして距離を取っちゃったりとか、相手のためって思って距離を取っちゃったりとかして、そうやって本然の関係からどん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 離れていっちゃうということになるので、ですから本然の関係っていうのはそんな気を配ったり使ったりしないで、もっと本音でこうワイワイ言って、そしてそんな取り分けないで、一つの鍋からこうつついてっていうのが本然の世界なので、そういったことがなんかこう抵抗あるなって言うと、やっぱりテニス国できた時行くとちょっと辛いなってね。やっぱり日本人村で日本人だけでちゃんと美しく綺麗に一人ずつ盛り付けて、それをなんかこうちょっと離れたところでおいしゅうございますねとかって言って食べるのがなんかこう居心地よくなっちゃったりするんです。まあそうならないように私たちがだから何を目指すのかってことをちゃんと考えていかないとならないと、まあ、いうようなことにはなります。まあ9時半でそろそろ時間で、まあ、ちょっとここで休憩入れてまた続きのお話次にしていこうというふうに思います。はい、以上です。